こんにちは、アンソニーです。デノンさんからお借りしている Bluetooth & ノイズキャンセリングヘッドフォン AH-GC20 ですね。これを約3週間たっぷり使い込んだ上での超個人的な感想をお話ししたいと思います。Bluetooth ヘッドフォンということであれば、やっぱりソニーの MDR-1RBT-M2、 こいつのお話をしないわけにはいきません。前にも言った通り、これは APTX で聞けるっていうことで、まあ、ワイヤレスであることを考えると音質には非常に満足しています。が、遮音性が低いっていうのが一番の弱点なんですね。どんなに音が良くってもやっぱり周りの雑音が入ってきたら意味ないですからね。だからこそノイズキャンセリングを搭載した GC20 には大きな期待を持ちました。ただどのメーカーもそうなんですけれども、ノイズキャンセリングをオンにした途端に音がこもってしまって、音質が大幅に劣化したり違和感を感じたりするものが多かったと思うんですよ、これまでは。それが最新の技術でデノンさんが作ったらどうなるのかというのが気になりますよね。肝心の音質なんですが、これは正直に言います。もう信じる信じないはお任せします。一番最初に聞いた時なんですけれども、嘘やろと、これで3万円以上取ったらぼったくりじゃないのっていうぐらい、悪い意味で、衝撃を受けました。で、これどうやってレビューしようかなと思って頭抱えて、で、それはね、音質的な感想を言わなくって、こう機能やスペックだけを紹介するような動画であればね、簡単にできるんですけれども、まあ、それだとこう私のようなアマチュアの人間がレビューする意味が何にもないわけで、まあ、かといってこうメーカーさんからお借りしているものをこうディスりまくるわけにもいかないしね。もう仕方ないと、こういう時には便利な魔法の言葉があるんですよ。これは私の好みではありませんでしたっていうような感じでね、こう逃げようかななんて考えながら、しばらく我慢して使ってました。どういう音かっていうと、非常にソフトでマイルドな音です。まあ、例えるなら、まあ、オーディオやってる人であればわかると思うんですけれども、よくプリメインアンプなんかにソースダイレクトっていう機能がありますよね。あれをオフにしたような音です。わかりやすく言うと、まあ、ダイレクト感のない抜けの悪い音です。最初はね、あ、やっぱりノイズキャンセリングってこういう音になるんだって思ったんですけれども、そうじゃないんですよ。ノイズキャンセリングオフの状態でそういう音なんですね。で、おそらく解像度命とか、例えば有線で、まあ、ケーブルありの、例えば2万円3万円ぐらいのヘッドフォンを使っている人であれば、まあ、大きな不満が出ると思います。まあ、逆に、音楽を雰囲気で楽しみたいとか、まあ、とにかく疲れる音は嫌だっていう人には向いてると思います。というのが最初の印象だったんですけれども、3日目あたりからはかなり感じ方が変わってきました。で、これは未開封新品ではなくって、すでに開封され使用されているデモ機ですからね、エイジングではないと思うんですよ。多分自分の耳が慣れてきたというか変化してきたんだと思うんですけど、あれだけバカにしていた音が不思議と心地よく聞こえてくるようになってきまして、確かに鮮度感とか抜け感はそんなにないんですよ。まあ、音の粒がこう一つ一つが立ってこうクリアに聞こえるっていうわけでもないんですけれども、でもよく聞くと、まあ、別に解像力がそんなに足りないわけでもなくって、さっきはソフトでマイルドっていう表現をしましたけれども、それに加えてシルキーというか滑らかさも感じるようになってきました。ですから、まあ、一言で言うなら落ち着いた大人の音だと思います。ですからね、これを1週間ぐらい使い込んだ後にこっちのねソニーの MDR-1RBT-M2 を使うと、え、これってそんなにシャリシャリした薄っぺらい音だったっけって感じたぐらいです。次にノイズキャンセリングの話をします。こいつはですね、そもそもノイズキャンセリングをオフにしていても普通に装着するだけで結構遮音性が高いんですよ。かといって別に速圧が強すぎるわけでもないし、まあ、至って快適なんですけどね、別にメガネが痛くなることもないし、でこのあたりはソニーさんにも見習ってほしいところです。
ですからここでノイズキャンセリングをオンにしてもそんなにね劇的に静かになるっていう感じではありません、まあ、元から十分静かなので、むしろ音質とか音調の変化が大きいですね。ノイズキャンセリングをオンにすると中低音が膨らみます。よくプレイヤー側にはこういう低EQをブーストするような機能がよくあると思いますけれども、それに近い感じですね。ただ、さっきも言ったようにこうちょっとね膨らんじゃうので、例えばウッドベースのドゥルンドゥンドゥンドゥンっていうようなこう響きがね、こうタイトな弾みを持ったまま強調されるというよりは、本当にねこうボワーンってこう輪郭がぼやけるような膨らみ方をしちゃうんですね。ですから低域の音程もちょっと曖昧になりますし、ツヤとか質感もなくなります。ただこれはマイナス面だけではなくって、音量を絞った時にはありがたいんですよ。人間の耳は音量を小さくすればするほど低音を聞き取りにくいっていう性質がありますから、でこいつはこう音量を絞っても楽しめますからね、屋外でも。でこのパッド、このパッドとノイズキャンセリングのおかげで非常に静かな環境で聞けますから。結論ですけれども、まあ、私は比較的静かな環境で聞くなら音質的には断然こっちです。ソニーの方が好きです。ただしこう通勤とか外で聞く場合は断然デノンです。まあ、当たり前の結果といえばそうかもしれませんけれども、1RBT Mark II とかをね気に入って使っている方には申し訳ないんですが、これを知ってしまうともうこれには戻れない、外で聞く場合はね、正直これで聞くのはもう苦痛です。辛いです。だってそうでしょう。例えばめちゃくちゃ好きなアーティストのライブに行って、まあ、音響も最高だけれども隣の席でいびきをかかれたりペチャペチャずっと喋り続けられたらもうたまんないですよね。苦痛ですよね。そういうことなんですよ。ですから今ソニーがやってるようにワイヤレスでもハイレゾで聞けるっていう商品がこれからどんどん出てくると思うんですよ。ですけれども遮音性、やっぱりねノイズキャンセリングも含めての遮音性っていうのがヘッドフォン選びではやっぱり重要なポイントになってくるなということを、まあ、改めて実感しました。以上、正直な感想でした。これがね、どういう人に向いてるかっていうと、まあ、私が思うに、まあ、まずワイヤレスで聞きたい人、まあ、これ当然ですよね。で、あとは小音量で耳に負担をかけずに長時間聞きたい人に向いてると思います。言ってませんでしたけれども、これバッテリーもかなり持ちます。スペック上では、Bluetooth とノイズキャンセリングの両方をオンにしても20時間持ちますから、毎日3時間聞いても約1週間持つっていうのは嬉しいですよね。デノンの AHGC20 です。ぜひ店頭で視聴してみてください。ただしこれはね、ほんの一瞬聞いただけで分かるようなこう派手さとか、鮮明さっていうのはありませんから、できればゆっくり時間をかけて視聴してみてください。家電屋さんみたいにうるさいところでこそこいつの良さが分かると思います。それでは。